はい、酒好きな元新潟人のユッキーです。今日はですね、こちらじゃーん、酒ではなくアルコールの体質試験パッチというのをAmazonで500円ぐらいで買いました。3枚入りで、飲める飲めないアルコール体質を簡単チェックということで、飲める弱い、飲めない弱い飲めるで、3段階で、色がわかるらしいです、これで。3段階の色で変化するらしい。ということで、アルコール体質試験パッチを貼ることで、あなたが本当に飲める体質かどうかを簡単に調べることができます。使用方法が、袋からパッチを取り出します。パッチを腕の内側に貼り、約20分経過後、肌の色の変化で、判定します。書いております。と書いてあります。中を開けてみましょう。パカッ。うわか。お、3枚ちゃんとこれあれですね。3枚個別包装です。になっております。うん。で、説明書が書いてあります。だいたい腕の内側に貼りって書いてあるので、ここら辺かな？ここら辺やな。まあ、ここの手首のここの、ここら辺に貼ってみましょうか。実験でね。まあ、20分後なんで。まあ、どうでしょうか。パカ。試験パッチを腕の内側に貼り。白いフィルムを剥がします。パカ、絆創膏みたいになってる。絆創膏みたいになってる。貼りまーす。ペタッ。まあ、多分俺酒飲みんやから、まあ、どうやろうな。まあ、20分経過後ということで。20分。まあ、酒飲みやから弱いってことは、まあ、そうはないとは思いますけど。あ、ここら辺に入りました。ね。これで、赤くなると飲めない。で、弱いとかってなって。で、透明だと、飲めます。パターンになる。そして、判定例が、あなたは、まず、赤くなったら、あなたはアルコールに全く弱い人です。で、ちなみに日本人の割合が5から10%となってます。で、2番目の、あなたは、アルコールに、本当は弱い人。これが日本人の割合が40から45%。で、全く、アルコールに強い人。ってのは50から55%となっております。うん。となっているようです。ね。まあ、20分後結果をね、お待ちください。はい、ということで、結果が出ました。こちらです。じゃーん。じゃーん。じゃーん。こんな感じ。まあ、赤くはないっすね。一番濃い赤ではないんだけど、目視すると、若干、まあ、若干、赤くはなってるかなと。うん、ただ、弱いの、その中間の、濃さほどではないんですよね。だから、まあ、ちょっとは赤くなってる。飲めるっていうところ一番透明ではないんで、若干やっぱ赤くはなってるんですよ。で、しかもこのさ、このシールがさ、20分ぐらいさ、放置しとれたらさ、この、ここのその、試験するところの部分だけこう、ちょっと盛り上がって、実質その、貼り付けられてない状態になってるんですよ。
これなんかおかしいんかな、これな。だからこれ押さえつけてないと、これ、あれやで。押さえつけてないと、これ、浮き出るで、これ。うん。ということで、まあ、結論から言うと、まあ、若干は飲めるということですね。弱いってほどではないんだけど、弱いってほど弱くはないんですよ。まあ、飲める。けど、そこまで飲めるわけでもない、みたいな感じになってました。ということで。という感じでございました。まあ、またちょっと測ってみますけど。これ、押さえつけてないとこれ、ダメなんだ。クソだな、この。あれ、アマゾンでこれ、レビュー1にしとこう。ということでね、ご視聴ありがとうございました。